目。そろそろあやつを目覚めさせるとするか。魔人鬼は譲り受けたい。魔人鬼、さあ、あやめ、こちらへ。はい。自分を偽らないよ、オオカミ君でいてね。オオカミさん、オオカミ君。フフ、己にかけた封印も最強とは皮肉なものだ。思い出せ、あやめよ、失楽の園の記憶。最強の駒にして我に最も近しく、また頼りとするもの。あやめよ、よくぞ目覚めた。はい、我らは常に対なるもの、前世での契りに従い、こたびこそおそばに。今宵の開口こそ永遠、我らの行くところあまねく魔の楽園が広がりましょうぞ。
さあ、これこそが我らの求める鍵、魔人鬼をお納めください。貴様らに待ち受けているのは苦悩、絶望、そして破滅。お前らのあやめはもう死んだのだ、あの赤い月と共に。黒き雨よ、魔の風よ、邪念の海よ、今こそ封印を解き、我に力を与えよ。いよいよ復活するのだ、聖魔城が。はい、どうぞ。隊長、私とあやめさんは歌劇団結成時から一緒でした。花組の中で私が一番あやめさんとの付き合いが長かったんです。そして私に命を与えてくれたのもあやめさんなのです。歌劇団に来る前、私はアメリカにいました。報酬のために人を撃つ、そんな殺し屋稼業に身を落としていました。自分の命も他人の命も紙くず同然な毎日、私は死んでいたのです。そんな私を救ってくれたのがあやめさんでした。
私はあやめさんに帝都を守るという生きる目的をもらいました。心を失っていた私に生きる希望を与えてくれたのです。こんなことを話せるのもあやめさんだけだったのに、そのあやめさんも隊長の手温かいんですね。忘れていました、人には温かさがあること。でも今はそのぬくもりが足かせになります。自分自身で結論が出せるまで一人にさせてください。もうしばらく私も休むことにします。今日は少し疲れましたから。誰もいないの。みんな真っ暗になるの。さくらも米田のおじちゃんも真っ暗なとこに行っちゃうの。みんないなくなっちゃう。あゆめお姉ちゃんみたいにみんな。ぼっちは嫌なの。お願いだからアイリスを一人にしないで。本当に本当、お兄ちゃんアイリスのそばにいてくれる？迎えに行ってあげようね。きっとみんなに会えないって寂しがってるよ。アイリス、もう眠くなっちゃったね。お兄ちゃん、アイリスが眠るまでそばにいてくれる？それとね、アイリスが寝ても電気は消さないでね。それじゃあおやすみなさい。少尉、私が何をしていようと
少尉には関係ありませんでしょ。それとも何をするにしても少尉の了承が必要ですの。あ、いえ、こちらこそ少し神経質になっていたようですわね。申し訳ありません、失礼なことを言ってしまい。なら素直じゃなければいいっておっしゃいますの。あんな女の一人や二人消えてくれた方がせいせいいたしますわ。これでよろしくて、こういうふうに言えば少尉は満足なさるのでしょう。ならばどういう意味ですの。少尉は私のことなどどうでもいいはずでしょう。何も知らないくせに、何も分かっていないくせに、いい加減にしてほしいですわ。同情なんてこの私には無用。自分のことは自分の手で決着をつけます。あの人はこの私が殺して差し上げます。それがあやめさんに対しての最後の恩返しですから。それでは失礼いたします。隊長か。まあね、くよくよしててもあやめさんが戻ってくるわけじゃねえだろ。心配すんな隊長、首根っこ引っ張ってでもあたいが連れ戻してみせるさ。だからさ、飯でも食って元気出せよな隊長。来なくったな。ほら、ここにある料理好きに食っていいぜ。ああ、そうか。だったら塩入れすぎちまったんだろうな。味がしねえんだよ。何を食べても味がしなくてさ、あたいどうしちまったんだ。何もできなかった自分が悔しくてさ、仲間一人助けられないで何が過激なんだよ、何が花組だよ。畜生、畜生。隊長、一人にさせてくれねえか。ああ、ありがとな隊長。大神さん。いえ、冬の寒さは好きです。身が引き締まる感じがしますから。実は私、あやめさんに憧れていました。いつかああいう人になれたら、そう思っていました。なのに戦わないといけないなんて、こんなのひどすぎますよ。
も。いえ、強さと優しさ、それと深い思いやりを持った素敵な人でした。あやめさんを信じた、私を信じてみます。ありがとうございました。私もう少しで自分に負けるところでした。大神さん、あやめさんに会いに行きましょう。そして必ず助け出すんです。大神さん、それは大神さんがいてくれるから。大神さんの匂い、ぬくもり、こうしているとすごく安心できるんです。今だけでいいんです。大神さんのこと独り占めさせてください。それじゃ、私ももう行きますね。あ、そうだ。大神さん、あやめさんのこと好きだったんでしょ？でも当然ですよ。女の私から見てもとっても魅力的でしたもの。それじゃあ大神さん、あやめさんのこと必ず助け出しましょうね。うちのことなんかどうでもええんや。それよりあやめはん、あやめはんどないなってしもたんやろ。うちあやめはんのお役に立ててたんやろか。マリアはんのように銃の名手でもなければ、カーナはんのように力もない。強いて言うなら手先がちょっとだけ器用なくらいや。ほんま言うたら学校っちゅうとこにも
行ったことないしな。そんなうちをあやめはんは拾ってくれた。日本で勉強もさせてくれたんや。あやめはんはうちの大事なお人や。それやのにうちあやめはんにきちんとしたお礼もできてへんのに。諦めたら全てが終わってまう。うち一人やったら何もできへんけど、あやめはんを助けたいって気持ちだけは誰にも負けへんつもりや。せやから大神はん、うちのこと手伝ってくれるか。うん、お気にやで大神はん。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。お気にな大神はん。うん、やっぱし笑顔が一番や。いつまでも落ち込んでてもしゃあないもんな。おきに大神はん。ほんならうちそろそろ部屋へ戻って寝るわ。大神はんもはよ寝てな。ほなおやすみやで。我が野望の城がよみがえる。あやめよ。はい。
聖魔城の復活にはまだ幾ばくかの時が必要。その間、小娘どもの注意を引け。はっ。その力、見せてもらう。お待ちください。このあやめは先日まで眠っていたも同然のもの。失敗せぬとも限りません。その任務、ぜひともこの蝶に。よかろう、好きにしろ。ありがたき幸せ。何を笑う？いいえ、あなたのお手並み拝見といきましょう。サタン様と共に野望を果たすのはこの私。貴様の好きにはさせない。